もう始まったんですか。今日のアングラジ TV なんですけど、同時にナスビ TV も載ってるという。よわっさー、はい、こっちも、はい、こっちもナスビ TV とアングラス TV のコラボですね。アングラチャンネルですね。アングラチャンネル勉強不足でした。はいはいはい、はい、僕全く今晩はうちのやつちゃんとカットなるんで大丈夫です。ああ、わかりました。はい、今日はですね、はい、今日のアングラズチャンネルです。2020年の、はい、ハイドアップの新製品を、はい、ナスビ、はい、ではなく、いや僕ではない、はい、ではなく、なんで真ん中なんですかね。なんで真ん中なのか僕もよくわからないませんが、吉田秀夫さんに、ガッツリ、聞いてみたいなと思いまして、こう琵琶湖に来てみました。はい。よろしくお願いします。お願いします。これ僕いりますかね。いりますね。いります。いります。はい。はい、まあ、わかりました。まあ、じゃあ、那須くん、はい、新製品いっぱい出てるんですけど、どれからいきましょうかね。はい、どれからいきましょうかね。はい、どれからいきましょう。まあ、じゃあ多分順番に行った方がいい。多分いい、はい、順番に行きましょうか。はい、はい、なら、はい、多分そのスタッカースティック、はい、はい、まずはスタッカースティック、まずスタッカースティックを、はい、吉田さんからいるかな、はい、僕いるかな、はい、スタッカー 3.3 ですね、はい、スタッカースティックの、これはですね、これもう僕ら世代ね、ナスビ知らんやろ。いや、これ生まれてるか。いや、もう知らないんですよ。生まれてない。生まれてない。今何歳？今年25の年です。生まれてない。生まれてギリ。ギリギリ。いや、生まれてると思う。生まれてますね。はい。生まれてるけど3歳とかじゃん。その頃何してた？その頃はね、多分絵描き始めたぐらいですよ。あ、本当だ。分からないですけど。普通やん。はい。昔にね、トップガンっていうワームがありましてね。で、初めが、初めトップガンですね。僕知らないんで、もう本当に視聴者さん側で聞きます、ね。はいはいはい。ほんで、ね、もう有名な、もう僕らのその憧れでもあった、あのポパイさんって、スイーパースティックっていうのをやっててですね。で、ここに目があったんですよね。そうなんです。片方だけ、ね、片方だけ目があった。トップガン両方あったんですよ。いや、違います。スイーパーが、両面。あ、両さ、トップガンは片目やったんですね。はい、で、トップガンの方が、生産中止になったんですね。はい。はい。で、それで、まあ、本当にこんないいワームが、まあ、多分、トップガンはそういう使い方されてないんでしょうけども、はい、僕らはこういう、まあ、当時は IG っていうのがあって、はいはい、まあ、本当にこう、スティックベイトみたいな感じで、こう、ジャークして使ってたりとかしてたんですけど。フィギュアさん、ちょっとこう、反らしてリグってたのを、ね、僕、すごい覚えてるんですけど。曲げると、本当にどうなるんですか。本当にこう、こんな感じでくね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 ダートしていくんですよ、はい、ダートというかこう、振るみたいな、はい、で、本当にこう、まっすぐセッティングすると本当にこう、当時はそういう言葉なかったんですけど、もう IG みたいなのがまっすぐ、本当これ、当時はもう本当動画とかもなくて、はい、まあ、本当にこう、雑誌とかでも取材はさせていただいたんですけど、なかなかわかんないんですよ、ね、いや、僕らも知らなかったです。 IG というか、まっすぐに、うん、スティックベイト自体はね、もう僕らで言うたらスラッグを回って、うん、まあ、バサガシも出てたんかな、まだでしたっけ。出てないか、バサガシのはまだ後ですね、とかフルークなんか言うて新しいわけですよ、はい、僕らにとっては、はい、その前からなんで、まあ、走りですよね。そうですね。なんでこう使い方が、まあ、スイッチして飛ばすぐらいの使い方しか分からなかったんですけど、ノーシンカーでピッて投げてちょっとこう水面にちょっと直下ぐらいまで沈めて、はい、ちょんちょんちょんってやると、本当にこう意味不明なこうパン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 ってこう水面に飛び出してくるんですよね。で、その水面に飛び出してくるっていうのがすごい肝で、本当にその釣り方っていうのがまずメインで、そこからこう回収するときにこうスーッとなってくるとドーン出てくるっていうのを結構そういうのを発見して、はいはい、最初からこうやってみようかっていうことで、そういう釣りっていうのは、まあ、見つけてやってたんですけど。はいはい。まあ、常にそれがいいかって言ったらそうでもなくて、本当にまあ、ハマるときはすごいなっていう感覚でしたね、はい、当時はね。で、まあ、本当この目っていうのが、すごくこう、はい、目ですこう、肝で、なんていうんですかね、はい、こっち前のところ。見えるんですよ。はい、ああ、はいはい。ちょんちょんちょんってやってると、でも、片方だと消えちゃうんですよ。ああ、はいはいはい。両目にしといて、目が消えると、あ、食ってるんや、みたいな感じで、本当に目ってすごいなと思ったんですよ。ただ目を嫌う時もあったんですよ、逆に。あ、目があるとやっぱ派手になると食わない時もあったし、
で今すごい便利なあの塗料を売ってるじゃないですか。売ってますね、はい。なのでこうスイーパースティックには目をかかないでおこうと。本当にこうあの皆さん自由にこういう感じで変えてくれと。そうですね、はい、いただく方が僕はいいかなと。でまあたまたまそれでまあ僕もねあの、まあ、試合やってると F マークっていうのが中心になってきて、そういう試合ではあの普通の素材のやつは使えなくなって、まあ、本当に出番なくなってしまったんですけど、まあ、たまたま長野がこういうワームが欲しいとあのやりたいと、はい、あの出てきた出してもらった絵がこれスイーパーなんだってなって、長野くん自体は知らんと書いてるわけです。知らない。ああそっか、うん、で、あこれじゃないねって言ったら、もうこのまんまですみたいな、でじゃあこれをアレンジしたらどうやっていうことで、うん、出てきたやつ。そうなん、うん、特に工夫ですよねっていうのはやっぱこのスリット入ってたりとか、やっぱちょっとこういう、はい、こっち側のねつるっとした面が下になるんですけど、はい、こちらまあ本当に滑りよくここは、リブは入れてないんですよね。はい、下はリブが入ってない、はい、反対側はね、うん、でなのでねこのスイーパースティックのと比べると要は直進安定性っていうのは増してます。なので本当にこうダートっていうのもあんまり殺さずに、本当、まあ、スイーパースティックは正直そのセッティングがすごいかなり難しかったんですよね、はい、で、まあ、針もやっぱり当時は本当にそういう豊富なやつとかなくて細軸が結構多かったじゃないですか、はい、だから針を太くしてこうやってやってやると結構安定してこう動くんですけど、はいはいはい、そういう針もなかったんで、まあ、今なんかそういうのいっぱいあるんで、まあ、本当にこういうセッティング出しやすくて、はい、だから本当にこれはまあ、釣ろうと思えば一番釣れるマウンじゃないかなと思います。はい、でも、でかいのも狙えるし、はい、サーチベイトとしても使えるし、本当にまあ、今の時期、まあ、春、で、夏、秋、まあ、冬は、ね、皆さん釣るかどうかわかんないですけど。まあ、言うたら、まあ、オールシーズンいける系ですよね。まあ、ね、はい、こういう。なので僕なんかも試合で出てる時なんかは、スイーパーあったらなと思う場面はもうやたらありましたもんね。この場面は確実にスイーパーなんだな、うん、本当になんていうのかな、どこだろう、ピムコさんのあの野良ネズミってあるじゃないですか、はい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 、ああいう感じですよね、あの水面でこうやってやってみて、うん、これはちょっと沈むんですけど、要はあれが水中に入るみたいな、うん、壊せは多分めちゃめちゃ効きますからね、うん、もうぜひぜひ、まあ、発売されてますから。そうですね、はい、なんで、まあ、あとは塗料でね、そうですね、今言ったみたいにこう目をかくのも、はい、昔のスイーパースティックって調べたらここに出てるかな。こういう感じです。こういう感じ。こういう感じです。はい、ナスビガイドでも春やってんの？使ってます。まだシーズン。ナスビ的にはどうやって使ってる？ナスビ的には今から多分愛知が来ると思うので、はい、それも楽しみなんですけど、はい、まだそういう時期ではないので、ジグヘッドリグで使ってます。はい、シンプルイズベストのこのセッティングで。どうやってるんですか？ちなみに。あ、本当に投げます。はい、館長さんがよくやる春のコーチのような感じで。マネしてますね。でこれ使うと、はい、びっくりするやっぱり釣れるんで、はいはいはい、あんまり動かさない。あ、全然動かないです、はい、もうほとんど勝手食うと。そう、本当指令とかしっかりしてて、はい、で、まあ釣れますわ。釣れるらしいです。釣れますね、結構、はい、夏くんが釣ってますからね、はい、余裕ですか。余裕です。余裕ですか。放置でいいと。いや、だから僕的にも発売してくれてすごい嬉しいです、はいはい、結構出番多いので、はい、うん、でまあ愛知がね、また来たら。そうですね、だから本当にシーズン始まってどんどん今年だ、来年も再来年も楽しみです。ずっとこれって永久に釣れる釣りじゃないですか。そうですね、はい、本当に一番長いと思います。ですよね、はい、なんで、まあ、ぜひ定番として使っていただけたら、はいはい、続いてはやっぱりこのでかいやつですかね。小池ですね、はい、まあ、小池は名前が毛が濃い。まあ、小池っていう名前になったんですけど、はい、まあ、小池ですよ。濃い濃い濃い毛、はい、
そうですね、はい、当時は本当に、はい、今みたいにね、技術がやっぱり進んでなくて、はい、で濃い毛が濃いワームがね、はい、当時の例えばこのこういう感じで、はいはいはい、これ手がボーボーみたいな感じ、これが本当に理想やったんですよね、はい、これが濃い毛なんですよ、はい、でも初代は出来上がったのが、はい、本当薄くて薄毛やなので本当にこうショック受けたんですけど、はい、それがね、本当よく釣れたっていう評判で、はい、なんなんみんな薄毛がええんかって、はい、ほんま濃い毛が良かったんです、ね、それをもう、はい、僕は一生懸命その技術を追求しまして、はい、本当十何年もかけましてずっと研究をしてようやく増毛に成功したのがこちらですこちらです、はい、はい、これが小池シュリンプ、ね、小池シュリンプですね、こいつがまたこう何グラムあるんでしたっけ？こんなんとか忘れちゃう。めちゃめちゃ飛ぶんですよね。はい、飛びますね。はい、普通にMH クラスの底物タックルで、はい、ノーシンカーでめちゃくちゃ飛ぶんで、だ本当ライトテキサスとかフリーリングとかを投げるような感じで、はい、ノーシンカーで投げれるぐらい高比重なワームですね。これね、はい、まあよく聞かれるんですけど、なんでこれを思い出したいなっていうのを言われたんですよ。はい、でこれね、はい、すごい単純なんですよ。ちょっとこのオフセットが、はいはいはい、ほら、はい、これありますよね、オフセットが。でこれね、ちょっと針でかいんですけど、でどうするかいうと、例えば多分皆さんこういう経験ないかなと思うんですけど、バスを釣った後に泥と一緒にルアーを食ってる時ってたまにあると思うんですよ、うん、もうそれを何度か経験して、あ、バスって餌と一緒に泥も食ってんだろうな、かわいそうやなと私はなと思って、はい、じゃあどうすんねんか、ルアーを浮かしてあげようと思った。ちょっと浮かしてあげると食いやすくなるやろうと。そうするとこのオフセットのこのゲーブの、はいはいはい、ですね、このゲーブ分こうやってここをこうやって浮かしてやろうと思ってここを毛をつけたんですよ、はい、で毛をつけたんですけど、ここだけやったらパタッて倒れたんですよ、はい、でパタッて倒れるとここでも毛が必要やなと思うんで、ちょっとこっち側にも毛をつけなあかんと思ったら、はい、全部毛つながるで小池シリンプが出てきた全部え、そういうことやったんですね。そう、知らなかった。本当にこうアホみたいな発想ですから、泥を奥さんとことした結果、そう、全部逃げがついたのに、でたまたまこれでこれやったらもう本当にこれなんだこれとか言うことなんで、はい、これちょっとピッてつけたら、あれエビっぽいな。じゃあ小池シリンプ。あ、単純に初めは。そう。あ、そういうことです。なので沈む虫とか言われるんですけど、はい、シリンプなんです。虫じゃないです。虫じゃないです。これエビス。はい。エビス。なるほどです。はい。エビス。なのでね、本当はこの、はい、ね、こんだけちょっとでっかいね、ゲージのやつやったらあれなんですけど、本当にこうゲージの狭いオフセットフックをこうって入れると結構。浮くんですよね。あ、こう、もうこうなる感じですか。イメージはこういう感じですか。そうですそうです。水中の中では。だからこれだけでもね、これだけでちゃいますよね、吸い方が。食いやすいんですよ。で、もう本当に見たことある人は分かってると思うんですけど、ベタッとこうやってルアーが置いてあるやつって、バスこんなのやってこうやって見てるでしょ。はい、こんなのやってどうやって食おうかなみたいな。でそれをこうアクションつけて食うんじゃなくて。やっぱりこう浮かした瞬間に食いやすいから食うっていうのがすごくあるんですよ、ね、それをあえてこう浮いた状態にしてると。そうですね、来てましたか。知らない知らず使ってましたね。知らず使ってました。頭こいてないんで、はい、そうですね、同じような感じです。僕めちゃめちゃ濃いですね、はい、でどうやって使ってるの。あ、僕はもう本当に、はい、脳進化で使ってます。これも放置ですか。脳進化の放置で、あとズル引きとか、はい、で最近入りの脳進化ツイッチとか。あ、やってるんですか。やってます、やってますね。でもツイッチ別にこう跳ねるんですか。いや、そんな跳ねないですよ、はい、これでもね、キャドとかもすごい面白いんですけど、はい、ジグエットもそうですし、カバー打ちもそうなんですけど、この使い方面白いなと思ったのがあるんですよ、はい、ハイドアップのスタッフの松本くんがいるんですけど、はいはい、これをね、はい、脳進化で、はい、競争引き、だからね、水面がね、もうモワモワモワってこう、あ、なるかも、もうすごいこう水をかけ回しながらやるんで、バス異様に釣るらしいんですよ。ああ、そうか、一定のあれじゃないですね。そうなんですよ。異様に釣れたように魚が出てくるんですよ。
面白い面白いってずっと言ってたんですよ。で、そんな使い方すんのみたいな、ちょっと表現してみて。ああ、もうこんな感じですか。多分そんな感じです。そんな感じでしょ、はい、だからこう一定じゃないっていう、はいはい、まあ、ランダムできてますから、はいはい、まあ、このイメージこんなんで、はい、表層でも一回ちょっとね、これからの時期表層すごい熱くなって、いやでも試してみようそれ、はい、すごい釣れそうな、ナス売り具みたいな感じにならないですけど、いやでもほんまにあの春でもやっぱボイルすることあるじゃないですか。ありますあります。そういう時にそのまますぐ投げれるっていうんですね。パクリやもんな、パクリ具、はい、パクリ具、パクリ具と人のものパクリの大好きなの、はい、そんなアップしたらあかんっすね、はい、今カットで、はい、カットで、カットで、ナスビ TV でアップしますけど、はいはい、これが今カットで、はい、っていう感じです。で、まあそれに伴ってでかいのが出たら、これオリジナルじゃん。でかいのが出たら、こう弟も出て、まあ、めちゃくちゃちっちゃいですねこれ。そうですね、あの弟です。これがあの、はいはい、これお兄ちゃんです。はい、お兄ちゃん。三種類。三種類です。これがまだ出てないですよ。これめちゃめちゃちっちゃいです。これぐらい。これすごいちっちゃいですよ、ね、本当に、はい。これね、ボディがね、これだけ逆なんです。逆ってか、これがノーマルで全部この両サイドは反対なんです。うん、これがこっち側がちだから、こっちは頭が大きいでしょ。そうです。映るかな。頭が大きくてお尻肉に従って細くなってるけど、ミニは頭がちっちゃいんですよね。でお尻が大きいで、ビッグもそうです。前が細くて後ろが、これは一旦飛距離。そうですね。要はもう本当にこう重心を後方に持っていって、はい、色々こうピッチングしやすいでっていう感覚ですね。これなんか、これなんかはもう入れたら食うでしょ。確かに。折ったらすぐ釣れそうな。折ったら食うかなみたいな。アクションあんまいらんような気も。いや、まあまあ放置でも釣れそうですし、なんかシェイクしても余計に触れそうなんで、自発的に勝手に動くのがいいかなっていうのは。そうですね。まあ、本当はこのちっちゃい方がね、はい、よく見ないと本当に動いてる、はい、手は見れないぐらいなんで、もう本当超微振動みたいな感じです。意外にもいいんですよね、こうスラジらしくなくて。そうですね。やっぱりずっと動いてるやつもね、やっぱ魅力的なんですけども、止めてるときはやっぱりしっかり止まって、うん、動かすときだけ動くっていうのもすごい僕は大事かなしてるっていう、はい、ずっと動きっぱなしだとやっぱりちょっと変化がなくなる。はい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 、はい、まあまあ統計は統計シリーズはもう本当昔からね、ずっとやってるやつなんで、ね、これ風で動いてるもん。確かに風でピリピリしてますね。風でピリピリしてる。ほら。ただ水中の中でもすごいピリピリしてるでしょうね。ということですよ。はい、風でピリピリしてます。水、琵琶湖とかでもやっぱ流れが常に効いてるから。はい、まあ、ピリピリしてるんですよ、ピリピリ。ほら。これ、ふさふさしてます。ふさふさしてる。僕多分してるでしょ、多分。ピリピリしてるはず。壊れる。はい、で、フロートが実はこう、一点あるんですけど。さて何でしょう。はい、これがプロトの段階です。何でしょうそれ。何でしょうこれ。それ何でしょう。はい、これが。これが。これになります。これになります。だいぶ変わりましたね。全然違います、ね。はい。下が黒。下が黒。もともとはこのね、これが第1段目の。プロト段階ですね、武田君のワームなんですけど、うん、まあね、細かいところのこう変更でようやくこの形になったんですけど、ちょっと劇的に変わったっていう、瞬間があって、まあ、その瞬間って一体何やったんですか。スタッカーのオリジナルのボディを使ってから劇的に変化したんですよ。やっぱりスタッカーのね、やっぱりボディって本当にこう優れてるなっていうのは
本当どんなボディっていうかどんなあのジャンルのワードにこうつけても本当安定するんですよ。本当にこのボディのこのオリジナルの形っていうのは結構究極かなと、うん、本当にこう早くそこから早かったですよ、まあ、そこでやってから、うん、でこれ前な、ね、ホールで脳進化で使ってもいけるという。そうですね。でこれが本当面白くて、こ の, あの手の向きを見てもらったら、手がね合計、まあ、5本、まあ、合計10本あるんですけど、この前の頭の部分のこの2本っていうのとこの後ろの3本これ別々で動くんですよね。でホールの時にどういう風になるかというと、この後ろの3本がこうギャーって動くんですよね。どんな感じ。ああ、どうするこいつやで急に来ると思わない前にこう進む時はこの前の2本が動くんですよ、はい、もう本当にこう単独でこう別々に分かれてこう動くっていうのがすごい特徴で、ちょっと表現して前がこんな感じでしょ。これ前、はい、で後ろが多分こんな感じだと思うんですけど、はい、きついこれきついちょっとラップで表現してみたら、ラップで表現、はい、よう、下クロ武田春樹プロデュースの下クロ、前はピリピリ、後ろはクネクネ、そんな感じ、つまりランダムでも好きなのガンダム、そんな感じ見せていく。イエーイ、いけてる。これカットになってるか、カットされるかもしれないです、はい、何スタッフが来るやん、こういうことか。ああ、間違えた。もう一回行こう、はい、もう一回行こう。そんなの、ちょっとラップで行ってもラップで行ってみよう。はい、もう一回やるんすか。はい、よう、スタッフが来る、武田春樹プロデュース、前はピリピリ、後ろはクネクネ、ついた爪でもナスビの頑固鋭いぜ。イエー、全然変わってるやつだって同じことフリースタイルですから、はい、フリースタイル、はい、ナスビ TV はね、はい、ノーカットでいきますよ。ノーカットです今使われるか使われへんかちょっと分かんないですけど、はい、そうですね、はい、全部僕のことカットされたらどうしよう、はい、言ってなかったようになってるから、はい、まあまあ本当あのそういうクローアームではね、脳進化でこう推奨するっていうのはなかなかなかったと思う。そうですよね、ちょっとしんどいかなっていう。で、あの爪が結構重いんで後方重心になって脳進化でもピッチングしやすくて、うん、で水平ホールで落ちて本当に脳進化で行きやすいと。でボトムに落ちると今度は、この爪ですね、爪がね特徴的なんですよ。爪が知ってるかな、爪、この爪、この爪がね、本当に意味がありまして、はい、もう本当にこういう感じでここ引っ掛けて、まあここがこうブルブル震えるっていう感じですね。引っ掛けてちょっとブルブルしてやって、引っ掛けて、引っ掛けてブル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 という感じです、ね。いやでも僕もこれ使ってるんですけど、はい、どうでしょう。これ爪やっぱでかいので本当に 3.5g、普通の MH の、はい、6点とかでも。はい、竿で使うことが多いんですけど、爪でかいんでライトテキスト 3.5g とかでもやっぱ飛ぶし、でズル引きしてたら、まあ、春節エリアとか 6m、7m とかで使うんですけど、本当に感度がこれあるだけでやっぱ全然違う、全然違う、本当にそう、うん、いや本当違うなっていうのは感じますね。いや多分すごい操作性は高いです、まあ、よく考えたらね、うん、だから僕でも使いやすいから皆さん使いやすい、そら釣れるやろっていう、はい、でも使いやすい、だ僕でも使いやすいなと思うんで、はい、うん、じゃあそんな感じしますね、はい、うん、まあこのねたまらんばい長野君プロデュース、はい、使ってますか。はい、使ってます、はい、たまらんばいミノ、はい、77SP、はい、まあ最初に出たたまらんばいみの111ですね、はい、あれに比べるとね、ここまでちっちゃいんだっていうぐらいちっちゃいと思うんですけど、はいはい、まあ本当最近の状況の流れではやっぱり琵琶湖ではやっぱりね、数年聞かなかった、まあ10年以上聞かなかったワカサギっていうキーワード、はい、南湖でそういうキーワードが入ってきて、はい、本当にそれの状況変化にやっぱり対応すべき、まあ、僕らは全体的にやっていくつもりなんですよね、うん、
本当にあの IG 系がダメであれば普通にこうそこに沈めて、まあこういうスイーパースティックも使えるだろう、まあスイーパースティックはスイーパースティックあの本当にこういう系統運動でもあのよく飛んで小粒であのしっかり潜ってしっかりあの泳いでくれるようなあのミノっていうのもやっぱ僕らもちゃんとしっかり準備しないあのどういう状況になっても対応できるような準備ですよ。ウズリがこういう状況になってきたからこういうルアー作りをしましょうっていうのがやっぱりコンセプトなんです、はい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 、本当に、まあ、要はもう本当に年月が経って経つにつれて、まあ、ハイドアップのルアーって結構こういろんな方向にあの、ね、対応できるようになってきたし、まあ、本当あのちょっと話はそれますけどクランクとかでも、まあ、ワームでも何でもそうなんですけどカラーもやっぱり例えば体重とか、まあ、本当に減衰増衰もうすごい濁りが続いたりとかでそういう思いっきり濁った時に出てきたのが当時は昔はハイレモンだったんですよね。まあ、僕自分でナスレモンとか入れてますけど、ねはい、よく釣れますね。そうはい、パクりましたか。パクりました、はい、全部パクりましたでああいうね、もう究極だと思うんですよ。本当に台風が連発して本当に濁った状態がずっと続いた時にはもう本当にこれに勝るもんはないやろっていうことで作ったんですけど、そっから先そういう状況がなかったんですね。で、まあ当時その、まあ、そういう感じで作ってたんですけど、状況に対してのカラー作りとモノ作りで今度はじゃあどうなるかっていうと、まあ稲杉君がこう使ってる時なんかは台風2発連続来たんですよ、ね、でその時はもう大体台風が来ても3日間ぐらいしか例えば濁りがなくないと。その時はね2週間ぐらい続いたんですよね、濁りが。だから僕らのところその黄色、ド派手な黄色っていうのはまあ正直言って売れるかって言ったら売れないカラーやと思うんですよ普通は。でもその状況では釣れるカラーでした。でそういうもの作りっていうのも考えながらやっぱりこういう風にこう1177ですね、まあ、必要やから、はい、もう本当にこう餌となるワカサギが出現してきた。あのホッコの方とかではねよくそういうワカサギのキーワードが打つことはあったんですけど、何個はなかったですもんね、はい、僕も初めてでした。何個でやっぱりこう昔聞いたことはありますけどね、十何年前ありましたっけ、はい、ただやっぱりその次の年って何もないんですよね、うん、だから本当にこう今キーワードとしてはワカサギとか、まあ、アユ系ですね、まあ、コアユとか、まあ、あと何がいますか。まあ、最近モロコとか、モロコもそうですし、このサイズですし、なんかこうちょっとしたこう変化が出始めてるから、バスのこうターゲットがやっぱりね、どんどんこう変化してるっていうか、エリアによっても違うし、ウイルが多いとなんかこういう餌が出てきたり、ザリガニが出てきたりとか、エビが出てきたりとかするから、もう本当にそれでどこに行ったっても使える。ようにっていうか状況に対応できるようにっていうのが今年の僕のところのハイドアップのコンセプトかなっていうのはもうこういうふうな、うん、結構多岐にわたってますもん ね、 そうですね。今までのヒデオさんのところのこうラインナップじゃないようなイメージ、ね、まあ去年ぐらいからね徐々にこう、うん、それが色濃く出たんかなみたいな、なんでどんな状況でもこう合わせられるような感じになってます。ぜひさ、うん、ねいや確かに本当です。これの他にもやっぱり元々あるスタッカーオリジナルとか、はい、ね、H フランクとかスタッカーワイドとかもあって、もうほんま隙間がどんどん今今年去年とかで埋まってってるような感じがするんで、はい、もう僕もすごいハイドアップスタッフとしてはめちゃめちゃ楽しみな年ですね、はい、まあ来年も再来年もなんかすごい真面目なこと、はい、目が真面目なのがバレてしまう。やっぱ僕の立場としてもやっぱりこうスタッフがやっぱりこう現場に一番出てる人たちの意見というのは必ず絶対聞かんとダメだと思うんですよ。やっぱり僕もこう本当にこう、ね、湖からちょっと離れてる間っていうのも長い期間が出てくるとやっぱ勘が鈍っちゃうし、うん、経験はあるにしてもやっぱりこの状況でそんな状況になってるんだ、いやそんなことあらんみたいな、あ、まあ、そういう風じゃなくてしっかりそれを聞いて、じゃあそういう状況になってるんやったら何が必要なんですかっていうことをしっかり聞いて、で彼らがやっぱりもう黙ってても投げるようなものを僕ら作らんとダメなんで、まあ、ナスビ君がね本当純粋に釣れる、ナスビ君でも釣れるような、はい、そこで一番いいかもしれない。そうですね、全員のメーカーに試される、お前で釣るのかな確かに
どんだけ下手くそなの恥ずかしかった。毎日出てる。3回に1回バックラッシュしてるもんな、まあ、そうですね。ビールのセッティングすら分かってない。ブレーキのブレーキ種知らないからね。ブレーキっていうこと知らんかった。ブレーキ、はい、なんすかそれ。ブレーキメカニカルブレーキ外してるもんな。多分そう、美味しいです。全部買ったけどね。でまあまあ必要でから生まれたもんな、はいはい、逆に強いかな、うん、まあ、2020年も楽しみにしていただいて、はい、ね、ぜひこういろんなシチュエーションで、だ本当にこれ言ってたなっていうのをね、そうですね、だから僕でも釣れるっていうのをどんどん証明して、まあ、いいものを見せていきたいなと思いますね、はい、最後締めてもらいましょうか。おっしゃ、はい、アングラーズ TV です。アングラーズ TV、 じゃあアングラーズ TV ちゃう、アングラーズチャンネルアングラーズチャンネルですよ、はい、ナスビ、アングラーズチャンネルとナスビ TV のコラボ、はい、ハイドアップ石井館長コラボレーション、はいはい、ナスビ、もうやばい、鈍ってる、僕も鈍ってるぞ、鈍ってるもんね、はい、毎日やってね、はいはい、ありがとうございました。普通にもんね、はい、大丈夫、この感じ終わった。